平均法では道路幅がある断面で変化した場合は通断面処理を行います。通断面を入力する場合は一つ前の側点と同じ側点を入力してください。次に短距離に0と入力することで通断面が入力できます。次に変化する幅を入力してください。するとこのように通断面のデータが入力できます。橋の前後のすり付け部などの展開図を作成する場合は橋の部分が空白となり、その後に終点側の展開図を作図します。これでは形が悪いので起点側と終点側の展開図を並べて作図するにはどうしたらよいでしょう。橋の側点を控除しなければなりません。橋がナンバー5からナンバー30まであるとします。ナンバー5までのデータをこのように入力します。次にナンバー30と入力します。段距離は0を入れてください。すると全点との表示間隔を流す画面が発生します。最初に10メートル空けて表示するとあります。これは短距離580メートルのまま展開図を作成すると空白部分が多く出ますので、実際には起点側の展開図と終点側の展開図の距離を10メートルとして作図するものです。10メートルですので200分の1の縮尺で作図すると5センチ離れて作図することになります。任意の数値が入りますので、変更したい場合は数値を入力してください。このように離れている展開図を並べて書くことができます。設計書入力で入力したデータ、もしくは切削データを呼び込む場合には、共通データをクリックしてください。データリンクのウィンドウが開きます。縦断データか切削データのどちらかを選択してください。それぞれの側点を表示してきます。この側点のどの側点を展開図で利用するか選択します。マウスでクリックすると側点の色が変わり選択できます。選択した箇所をもう一度押すことで選択は解除されます。また、すべて選択のボタンを押してみます。これですべての側点が選択されました。リンク開始ボタンをクリックします。このように設計書の側点、短距離、幅員のデータを利用し、展開図を作成することができます。相互データは以前に入力した展開図のデータを呼び込むものです。行ってみましょう。総合データボタンをクリックするとブロック一覧を表示します。この中から以前入力し使用したいデータを選択しリンク開始ボタンをクリックします。するとこのようにデータが入ってきます。